神様の御言葉に移りたいと思います。Been, uh, about, この日曜日のメッセージシリーズとして、視無,無欲の愛ということをテーマにして語っています。So、天皇お父様、こー時をありがとうございます。 神様あなたが私たちの上に注がれている恵みを本当に感謝しています。You you like, そして、神様、あなたが本物の愛を私たちに見せてくださいます。Lord, lives, そして、今日私たちの思いを心を開いてください。そして今日聞くあなたの言葉を人生に生かすことができるように、どうぞ助けてください。<Jesus'> イエス・キリストのお名前によって、えー、お祈りいたします。<Amen. S 1> ア So our key verse was found in uh, 1 Thessalonians 5, 3 and 5. Uh, uh, Let's say it together. Say, no, God's will is for you to be holy, so stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor. Not in passion like、the 日本語で読みたいと思います。第一,第一テ,サテサロニケ4章の3節から5節一緒に読みましょう。はい。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また、たっとく、た持ち、 神を知らない違法人のように情欲に溺れず。あ、so we えー、3週間前にこのメッセージの始めをしたんですけれども、<And how S 1> セックスについて話しました。というのは、その時に話したんですけれども、セックスというのは神様が作ってくださったので、とても麗しい美しいものなんですね。 そしてそのセックスというのは結婚の中で行われるべきものとして神様が作ったんですね。World, s <S しかし、この世の中には罪が入ってきて、それがセックスというものが腐敗してしまって、神様の御言葉に合わないものになってきてしまいました。

以外のところでそういう性的関係を結んでしまうとそれはそういう形になってしまうと私たちの健康に害が及ぼされまた人間関係にも悪い影響を破壊的な影響を及ぼしてしまいます。 And so we were looking at uh, three weeks ago, we were looking at questions that we can ask ourselves to help us navigate relationships with others. And we looked at the first question uh, three weeks ago, and the first question we can ask ourselves is it biblical? えー、そしてその一つ目の質問ですけれども、このことを語りました。それは聖書的でしょうかこれってどういう意味でしょう is,、えー、私たちの決断というのは神様が決められていること、神様の御,言葉に御心にかなっているか ?God talks about relationships a lot in his word, the Bible. この聖書の中に神様は人間関係を多く語っています。私たちが良い人間関係を周りの方々と築きたいと願うならば、人間関らば神様はじゃあ人,間に人間関係に関してどう考えていらっしゃるかなということを学ぶと素晴らしいと思います。 In この聖書の中に支援というところがありますけれどもそれはこう言っていますね神様あなたの御言葉が私に命をくださいます。 この神様の言葉というのは聖書の言葉ですけれども、それは私たちの人生に命をくださり、また人間関係に素晴らしいものをもたらしてくださいます。そして2つ目の質問はこうですね、それは相手をたっ飛んでいますか 私が言おうとしていること、私がやろうとしていることは、相手をたとんでいるだろうか。それとも自分のことだけに目を向けて、自分の気持ちだけを大切にして、相手のことはた飛んでいないかなって考えてみるといいと思います。See, Paul told us in 1 Thessalonians 4:3 and 5, You must from sexual uh, 聖書の中のテサロニケ、第一テ,テサロニケ人への手紙というところにはこう書いてありますね。なぜなら、神様が望んでおられることは、あなた方が性的不道うとを断つことです。せーショーのなかのテのテガミトユトコロニワ、こう書いてありますね。なぜなら、神様が望んでおられることは、あなた方が正的ふどうとくを立つことです。 各自わきまえて自分の体を清くまたたっとく保ちと書いてあります神を知らない違法人のように情欲に溺れずと神様は私たちの体を用いて自分私たちが自分の体を用いてそれは情欲に 溺れなないいいようにととしていきなさいと desires, でも自分の願いだけに目を向けていたらそれをすることはあ難しいでしょうね。Me, でも自分以上の自分以上に相手のことを思,って思いやってあげてこれは相手をたっ飛んでてるかなっていうことを考えることができれば。 私たちは自制というものをマスターすることができます。というのは、結婚外のところでその相手と性的関係を結んでしまうと、それは実は神様が作られたその相手を立っんでいない。 そういう相手はですね、よく考えてみると、将来は誰かの夫に、誰かの妻になることになるんですね。 Many problems in the world. And I think what we forget and what we don't realize is those pictures that we're looking at in pornography. That is somebody's daughter, that is somebody's son or wife or husband.

でありもしかしたらあなたの娘かもしれないあなたの息子になるかもしれない。God created sex to be very beautiful and very fun, and but it's all in the realm of marriage. でも、神様がセックスを作られて、それは結婚の夫婦間で持つべきものであり、そのように行われたらそれはきれい、あ、美しいものであり、楽しいものなんですね。 And those who commit ですから、聖書の中のヘブルビトへの,の手紙というところがありますけれども、そこではこう言っていますね。結婚をたっ飛びなさい。結婚において互いに忠実でありなさい。神様は不貧困なもの、勧誘するものを間違いなく裁かれるからです。 So we give honor to our marriage when we keep our marriage. その結婚の中で、えー、夫婦の間で互いに忠誠を尽くし忠実であるときに私たちはその結婚をたっとんでいると言えるでしょうね私たちが結婚の夫婦の関係の中で結婚を相手に忠実にしていくならば私たちはその結婚をたっとんでいると言えますでも自分の夫婦を でも結婚してない相手と性的関係を結んでしまったとして、e romance novels and romance manga、あっ、言してた でもそういう性的関係がないとしてもでもポルノとかまたあ恋愛小説とかそういうことに関する恋愛小説とか漫画を見てしまったとしたら。 Like、that 頭の中で、あ,あこう読んだことを見たことを想像してしまって、この人とこうなったらいいなとか、こうなるかもしれないって想像の中でそういうことに陥ってしまうと、that, もしそう想像の中でそういうことをしてしまったら、私は自分の妻をたっ飛んでいない。 って言えるんですね。というのは頭の中で他の人とこういうことをしたらどうだろうなってことを考えてしまっているから、妻をたとんでいないんですね。私は自分の妻のことを思いたい、夢を見たい。ですから私たちは神様の御心は私たちが結婚をたとぶことです。 そして、聖書の中にガラテヤビトの手紙というところがありますが、そこの五章の22節から23節です。ガラテア5章のの節節かから23節ですしかし御霊の実は愛 喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。このようなものを禁ずる法律はありません。パシャンズはありません。情熱というのは悪いものではありません。 でも情熱は悪いものではありませんけれどもそれを自分の力で自制することができなくなってしまったらそれは神様の御心ではありませんですからここに書いてありますねこの自制というもの自分をコントロールできる自制というものは神様からいただく身であります多くの場合 時々私たちは悪い行動とか振る舞いを人の目から見えないように隠そうとしてしまって、でもそれを、乗り越えることができない、どうしてかなって思うことがあるでしょうね。そしててて私たちが神神様様様助助けけくくださくだささいいい霊の力にに頼らない時に In our own strength. で,でもそれにか問題だからって、葛藤を覚えて自分の力で乗り越えようって頑張っても。 でも自分で隠していたその葛藤というものをやっぱ明るみに出していくと。そして誰かに相談して、じゃあ私がこの問題に、あこ問題を克服できるように助けてください、一緒に立ち上がって、歩んでくださいって、助けを求めたら。 あこれはやっぱり間違っている。このこれは間違っているから、神に対する罪だっていうことが分かると、God, そして神様に神様。どうぞこの問題を克服できるように乗り越えることができるように。神様、あなたが助けてください。っていうんです、ね。To, to そして自分の信頼できる人にあ助けてください。私がこの問題を乗り越えられるように一緒に歩んでください。って、助けを求めたらいいですね。 それが自分の問題罪を明るみに出すということですねそれをしたら神様が働いてそこの部分に癒しがやってきますですから自分がこれをしようかあれをしようかって考えるときに自分の益になることだけを考えないで自分の益になることは これ,これを決めてやったら相手,を相手にどのような影響があるかな、相手をたっ飛んでいるかなということを考えに入れて決めたらいいと思います。特にですね、人間関係において私たちが考えるべきことは、の次のポイントは自分の心を何で満たすべきでしょうか パウロという人がこの聖書の中のいくつかを書きましたけれども彼が自分の心を守り自分の人間関係を守りなさいというふうに語った後。彼はパウロという人はもう一つ言ったんですね。最後にもう一つこのことをしなさいというふうに励まします。 He says, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, こういうことをしなさいという最後の言葉で最後に兄弟たちすべての真実なことすべての誉れあることすべての正しいことすべての清いことすべての愛すべきことすべての評判の良いことその他得と言われること称賛に値することがあるならばそのようなことに心を止めなさい。みなさん一日の中で一番よく考えることって何ですか What are your day like? 昼間、こういうことを考えているってことありますか <laughs> ですから、自分が何を考えているか考えてみてください。<laughs> <laughs> 自分の頭の思いがあっち行ったりこっち行ったり行きたいところに行くっていうふうにはしないようにこう気をつけて何を考えるかっていうことをしていったらいいと思います。ですから、一日を通して何を考えているかっていうことを考えてください。もう一度考えて、見つめ直してみてください。 About that thing? What are we thinking about throughout our days? Another version uh, in English for Philippians 4 8 it says, For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence and is honorable and seemingly, whatever is just, whatever is pure. Whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there's any virtue and excellence, if there's anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things. And then he says, fix your mind on them. <laughs> ええっと、聖書の箇所同じ場所ですけれども別の訳で読んでみますとこうなります、ね、そのほかにそその他に兄弟たちすべての真実なこと敬意を表すのに値することすべての尊いことすべての正しいことすべての清いことすべての好奇で愛すべきことすべての親切で、解決でそしてえ、えー、恵み深いこと。 その他、得と言われ、優れていること、賞賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止め、評価し、考慮しなさい。そのようなことに心を止めなさい。そのようなことに心を止めなさい。What does that mean? どういう意味でしょう It means focus. フォーカスして、焦点をそこに置いてくださいという意味ね。ですねええー、まあ、仕事、工場で働いている方はわかると思いますけれども、こう部品をこう。 組み立てるときに、時には自,自動車の部品とか松見さんどうかなわかんないけど、自動車関係でこう顕微鏡とかでこう,こう見ますよね、細かいところ。Re really、でも一生懸命、えー、集中して部品を組み立てるはずなのに、全然違うことを考えていたらその組み立てうまくできると思います？どうなるでしょう？You're fired. うまくできないから and and 神様は私たちの思いを清いこと、たっといことに集中しなさい、心を止めなさいとおっしゃっています。 えー、優れていることに思いを止めてください。賞、えー、賛に値することに思いを向けてください心を止めてください愛すべきこと、素晴らしいことに思いを止めてください。そして正しいこと、清いことに思いを向けてください。ですから何を考えているでしょうか一日何を考えているかなっていう事柄に。

でそれが私たちの益になるとは限りま p a、えー、パウロという人が聖書の中の第一コリントというところでこう語っています He said, You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything.、Mm hmm. You say, food was made for the stomach, and the stomach for food. This is true, though someday God will do away with both of them. But you can't say that our bodies were made for sexual immorality. They were made for the Lord, and the Lord cares about our bodies. 私にはててのことが許されていますしかし私はどんなことに奴隷となってはいけません。食物は腹のためにあり腹は食物のためにありますとあなたは言いますそれは本当ですが神はいつかそのどちらかも滅ぼされます。 しかし、あなたの体は不貧困のためにあるとは言えません。体は主のために作られ、主は私たちの体のことを気にかけておられます。 でも、結婚以外での性的関係は許されてはいません。God says that our bodies were made for the Lord and that we need to treat our bodies right.God、ね、gave sex within the boundaries of marriage as a gift to be a blessing to the couple. そして神様はセックスを作られて、そのセックスは結婚をしているカップルのために作られました。そして夫婦がそれを行うときに祝福となるために神様は贈り物としてセックスを作りました。セックスは実は霊的です。ですからセックスというのは実は霊的です。 ですから、結婚外のところで、えー、肉体関係を結んでしまうと、それが破壊的なものになります。Spouse, we re, we re というのは、結婚内で夫婦の中でセックスをするときに、その二人は一つにつながるんです。 私たちはただ一人の人と一つになる、つながるように作られたものであり、私たちが多くの人とそういう性的関係を結んでつながることは神様の御心ではありません。I I paper, 紙が今二枚ありますけれども、まあのりがあって、のりをつけてこの二枚の紙をくっつけたら？ えー、強力接着剤でつけたらその紙をじゃあくっつけたあと、その紙2枚を剥がそうとしたらどうなると思いますか would they look the same?

えー、結婚外で性的関係を結んでしまうとこの今のようなことが起こります。えー、セックスによって二人がつながってしまいますけれども、あでもやっぱりこの関係は良くない。じゃあ別れようと思って別れてしまうと、そこにはあ破れとか破れてしまったりとか何か悪い影響が残ってしまいます。Oh, そしてその人とダメだったから、じゃあ別の人を探そうってしてしまって。 誰かと一つになろうとしてしまうときに、すべてが一つになるんですね。ししすねその人の人生の背景とかすべてが一つになってしまいます。 And just because we stop having sex with that person, we move on to another person, we're still carrying some of that with us to that next. そしてですね、その人とその相手とじゃあも、う別れよ、う性的関係も立とうと思って立ったとしても、立ってちゃば、別の人生を生きていこうと思ったとしても、その人とその時に性的関係を通して一つになってしまいましたから、そこで別れたとしても、何か相手が私たちに与えたものを引きずってこれからの人生を生きてしまうという結果が起こるんですね。That's why the Lord says, Your bodies were created for me. ですから神様は私たちに言っていますね。あなた方の体は私のために作られたんですよ。私たちの体は主によって作られて書いてありますね。主は私たちの体のことを気にかけていらっしゃるって。です。 でもよくこう自分でこう言いますよね。自分のことだから自分のことは自分で権利を持っていでもできるんだよね。特にアメリカではですね、結構独。えー 独立心があ強いので、これは自分の人生だから自分で好きなことを自分で決めてやっていくよっていう気持ちがあ強くて、そうやっていく人が多いですね。でも私たちは自分はこれをする権利を持ってやっていいんだろうかっていう質問をする代わりに、そうしない質問しないで。I think the real question is、will what I do bring me closer to God and honor the other person? 私たちが自分自身に実は問いかける質問というのはあこれをすることによって神様をたオオタトンデイルダローカ、コレオスルコトって相手をたタトンデイルダローという質問を自分に問いかけるべきだと思うんです、ね、Is what I decide to do? Is that only going to benefit me, or is it going to bring a benefit? To また自分がやろうと思っていることがあ自分の益になるだけじゃなくて相手の益にもなるかなって考えてみたらいいと思います。 神様は私た,ちに人間か私たちの人間関係に対する基準を作ってくださいました。それは私たちに害を与えるためではなく、私たちを守り祝福するために、この人間関係の基準はこうですよと定めてくれたんですね。ですからこれをやっていいかやっていいか。

特に人間関係に関して私たちが決断をするときにはこれを決めてやったら相手,を相手に益を及ぼすものになれるかなということを考えたらいいと思います。というのは、イエス様が私たちにこの,質問この約束をしています。In Matthew 5, 8, それは新約聖書のマタイというところに書いてあります。五章の八節です。It says, God 心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです。その神を見るからですと書いてあります。この実のこの目でこの神様を見るというのではなく、その神様を自分の人生で本当に体験できるんですね。そういう意味ですね、見るというのは。ああ、そういう意味ですね。いうすね。 ですから私たちはこの神の言葉というのはこの聖書の言葉が何て言ってるかなっていうことを見たらいいと思いますこの聖書の言葉神様の言葉が人間関係に対してどのように教えているかなってことを見たらいいと思います神様の言葉が というのは神様が私たちそれぞれを作ってくださり私たちが人間関係の中で,中で生きていくように作ってくださいました。ですから、この聖書の中にはその人間関係をどうやってやったらいいかということがたくさん書いてあります。

そしてまた別の箇所では、あなたの御言葉、神様の聖書の言葉の教えは光を与え、わきまえのないものに悟りを与えますと言っています。この聖書の箇所、私好きなんですね。私は本当に英語のだ、シンポーって書いてありますね。英語の部分を直訳すると、単純な人って書いています。 書いてありますけれども、日本語ではわきまえのないもまで書いてありますけれども。えっ、ー、と、実は私はこの聖書の箇所が必要、あ、<laughs> とても好きなのは、私はアメリカの田舎の。お、出身で、本当にもう単純なシンプルな人間なんですね。ですから、この箇所好きです,です、ねえー。もし私が、神様の言葉を理解できるんだったら、誰でもできます。 でも神様聖霊様どうぞこの聖書の言葉が理解できるように助けてくださいと助けを求めることが必要です。I think そして神様の前で、清い人生を生きていくために、やはりその一つの鍵はですね、弟子作りということです。 聖書の中の第二手も手の手紙というところがありますけれどもそこの1章の9節ではこう言っていますね神は私たちを救いまた清い人生を生きるように召してくださいました それ私たちにその資格があったからではなく、この世が始まる前からそれは神様の計画だったのです。それによってご自身の恵みをキリストを通して私たちに示そうとされたのです。S <S お祈りしましょう。ファーザーガード、 天皇お父様ああ、あなたはああ私たちが清い人生を生きるように、えー、召してくださいました。Son, そしてイエス様があ,あ,あなたの一り子であるイエス様が私たちの人生の中で生きるようにとされたときに。 そしてあなたの御霊が私たちの中に生きてそのおあなたの助けによって私たちが清い人生を生きることができて感謝しています Lord, そして日々の生活の中で自分が何を考えているかということを考えることができるように神様どうぞ助けてください day, Lord, そして聖書の言葉あなたの御言葉を通して私たちの思いを日々新たなものにしてください そして私たちが人間関係の中で相手を周りの方々をたっぶことができるようにどうぞ助けてくださいそしてここにいらっしゃるお一人お一人がイエス様あなたの素晴らしい愛をもっともっと体験できるように導いてください そして、えー、ここにいらっしゃるお一人お一人があなたの素晴らしい愛とあなたの素晴らしい力奇跡を体験できるように導いてください。イエスキリストの名前によって、えー、お祈りしますばらしい愛との祝福がありますようにのあす